京阪本線は、大阪府大阪市中央区の淀屋橋駅から、京都府京都市東山区の三条駅までを結ぶ、京阪電気鉄道の鉄道路線。本線という路線名ではなく、社名略称を冠した、京阪本線が正式な路線名である。京阪本線に接続する、各路線と合わせて、京阪線と総称される。複々線区間各線に一列車。 計4列車確認できる大阪市のビジネス街にある淀屋橋駅から大阪環状線の乗り換え駅である京橋駅、郊外のベッドタウンにある平方市駅、京都市の繁華街の市場通りにある祇園市場駅を経て三条駅までを結ぶ都市間鉄道である大阪または京都への通勤通学路線であるが沿線には岩清水やわた伏見稲荷 大社、清水寺、六原三辻、八坂神社などの多数の観光名所や、平方公園駅前には、京阪のグループ会社が運営する現存日本最古の遊園地、平方パーク、淀駅前には、中央競馬開催地の京都競馬場などの娯楽施設があり、これらへの来訪客輸送を担う観光路線の一面も、ある。路線名及び会社名は、京都と大阪を結ぶ。 鉄道路線であることに由来している。同じく、大阪と京都を結ぶ路線である、東海道本線や、阪急京都本線と競合している。ただし、これらの競合路線は大部分で、淀川の北側を通るのに対し、京阪本線は大部分で、淀川の南側を通るため平行はしていない。大阪京都間を直線的に結ぶ JR や、阪急に対し、 京阪本線は、かつての京海道に沿って、伏見塾、淀宿、塾、平方塾、森口塾といった宿場を結んでおり、比較的細かな曲線が多く路線距離が長い。このほか、大阪側の野江駅森口市駅間では、大阪メトロ谷町線と、京都側の中所島駅東福寺駅間では、JR 奈良線、近鉄京都線とも並行している。 前述の通り京阪本線は曲線が多く大阪京都間の移動において競合路線より所要時間が長いが転換クロスシートの居住性に優れた特別料金不要の特急専用車両を運行している車両の前面には京阪特急の象徴としてハトマークが掲げられるほかロングシートが基本の普通用車両とは内装面で差別化されている 特に8000系電車は、ダブルデッカーや座席指定のプレミアムカーなどの設備を備えており、JR の新快速や阪急と差別化を図っている。京阪本線は、鉄道要欄では、大阪の淀谷橋駅を起点として記載されているが、運行上の起点駅は、京都の三条駅であり、京都から大阪に向かう列車が、下り、その逆が、上りとなる。 大阪市内の淀屋橋駅天間橋駅間と、京都市内の七条駅三条駅間は、地下線となっている。東福寺駅三条駅間は、軌道法に基づく軌道となっていたが2013年12月20日許可で、鉄道事業法に基づく鉄道に変更されている。また、天満橋駅根屋川信号所間の1 2 5トルは、関西大手鉄最長の複々線となっており、 列車種別によって走行する線路を使い分けることによって列車本数が多いダイヤ設定を可能としている。三条駅から先は京阪本線の実質的な延伸路線である京都市内の応答線に多くの列車が直通して出町柳駅までいたり応答線とは一体的なダイヤ体系で運行されている。また、 天間橋駅から分岐して大阪市北区の中野島地区を通る中野島線にも列車が直通する。宇治線、片野線との直通運転はかつては行われていたものの廃止されている。立体交差工事やバリアフリー対応の工事は比較的進んでいる。主な大規模工事として1970年の天間橋駅加納信号所管の 福福線立体交差化に始まり、土井駅根屋川信号所間の福福線交架化が1982年に、竣工し、既存の福福線と合わせて天間橋駅から 12.5km の、福福線と淀谷橋駅根屋川信号所間 14.1km が、立体交差化された。1987年には、京都地下線が完成し、 この地下新駅から車椅子対応エレベーターや多目的トイレが設置されている。1993年に平方市駅が高架化され、寝屋川市駅も1999年に高架化されたため、淀屋橋駅から寝屋川市の寝屋川6号踏切までの約 15km が立体交差化されている。また2011年に淀屋駅が高架化された。 2021年現在、寝屋川市駅、平方市駅付近の約 5.5km において連続立体交差事業を施行している。事業主体は大阪府で2028年度に完了予定。本節では、京阪本線と一体的な運用を行っている応答線についても記述する。起点である、淀屋橋駅は大阪メトロ未動筋線との接続駅で、付近は、 大阪市役所や中野島公会堂、中野島図書館があるなど、大阪屈指の館長街である。京阪本線はここから天馬橋駅までは地下を走行する。大阪メトロ、堺筋線の接続駅で大阪取引所の最寄り駅の北浜駅を過ぎると、中野島線と合流し、大阪メトロ谷松線との接続駅の天馬橋駅に着く。 天間橋駅は1963年に、淀屋橋駅まで延伸するまでは、京阪本線の起点であり、地上に駅があった。北寄りの地上駅跡には、オウムビルが建っている。また、駅のメインテナントとして、松坂屋が入っていたが、現在は、京阪ステーションモールとなり、エディオンや純駆動書店が、主なテナントとして入っている。天満橋駅から福々線となって、 地上に上がって、寝屋川を渡り、高架に上がると、京橋駅に着く。京橋駅は、大阪環状線、JR 東西線、学研都市線との接続駅であり、周辺は1990年の大阪花の万博を、機に大阪ビジネスパークなど、急激に、再開発が進んだ地域の一つである。京橋駅を過ぎると、方向別複々線となって、 内側2線を主に優等列車が、外側2線を主に普通列車が使用するため、複々線区間の多くの駅には、内側線にホームが設けられていない。大阪環状線をまたぎ、北にカーブして、大阪東線をくぐると、野江駅、大阪メトロ、今里筋線の接続駅である、関目駅、阪神高速道路12号、森商事線をくぐり、 森商事駅を過ぎると、大英発祥の地がある、屋林商店街のある、仙林駅、森口市に入って、滝井駅、土井駅と800メートルほどの距離で3駅が密集する、区間を通り、京阪百貨店がある、森口市駅に着く。内側線にもホームがあり、快速急行停車駅ではあるが、平日朝ラッシュ時の下りは、ほとんどの優等列車が通過するのも特徴である。 森口市駅までは直線が続いていたが、この駅を過ぎると徐々にカーブが増えていく。大手家電メーカーパナソニックの本社工場の最寄り駅である西山総駅で角増しに入って、一旦地上に降り、近畿自動車道大阪中央環状線をくぐって、大阪モノレールの接続駅である角増し駅を過ぎると、再び効果を上がる。 大阪府角マウンテン免許試験場の最寄り駅の古川橋駅、大和田駅を過ぎると、寝屋川市に入り、茅島駅に到着する。内側線にもホームがあり、福々線は事実上この駅までで、普通や区間急行を中心に死終着列車が多い。またこの駅は、下りホームと屋根を突き抜けて、クスノキが生えているのも特徴である。茅島駅を過ぎると、 副福線の内営業線の内側2線はそのまま、高架が続くのに対し、改装線の外側2線は高架を降り、寝屋川信号所に繋がっており、実際の副福線はここで終了して、副線となる。ほどなく、右手に、寝屋川車庫、寝屋川車両工場が見え、寝屋川市駅を過ぎると高架を降り、成田山不動村の最寄駅で、対比設備のある香織園駅に着く。 平らか市に入り、公前寺駅を過ぎて、国道一号をくぐり、右手に平らかパークが見えると、平らか公園駅を過ぎ、大きくカーブして高架に上がると、特急停車駅で、肩の線との接続駅である、平らか市駅に着く。列車は、平らか市駅を出発して、地上線へ降りて5点山駅、牧野駅といった、中間駅を通り過ぎていくと、左にカーブして、 急勾配を上がり、右に曲がる。ここから、河川方式が、コンパウンドカテナリー式から、シンプルカテナリー式に変わる。その先をしばらく走れば、大阪府内の京阪本線で最も東側にあり、クズは、モールの最寄り駅で、特急停車駅のクズの廃棄に到着する。クズの廃棄では、京都府の八幡市や組山町方面に向かう、京阪バスが発着することもあり、 京都府民の利用客が多いことや始発着列車が多いこと。さらには、周辺部は、クズはモールをはじめ京阪電気鉄道が、積極的に不動産事業を展開したことが特徴である。クズの廃棄から先は、車窓が一変し、前方には、男山も見えてくる。列車は、京都府に入って、最初の駅である、橋本駅を過ぎると、減速しながら、 右にカーブして、岩清水、八幡宮の最寄り駅の岩清水、八幡宮駅に着く。岩清水、八幡宮へは山道を歩いて登るほか、この駅に隣接する、ケーブル八万、宮口駅から、ケーブルカーも発着している。岩清水、八幡宮駅を過ぎると木津川を、 京阪最長の鉄橋で渡り、洛南城下センターを右に見ながら築地堤城を左に、カーブケージバイパスの高架橋をくぐる。そして宇治川を渡って、京都市に入り右にカーブすると、左右には、京阪本線のもう一つの車庫である、淀車庫が見えてくる。そのまま進めば、進行方向右手に改修中の京都競馬場を、望む淀駅に着く。淀駅はかつて、 淀城跡の近くにあったが、2011年5月に、現在地に移転効果化した。また、車庫の最寄り駅でもあるために、出町柳方面駅を中心にし終着列車が設定されている。さらに東に進んで、国道1号、第2京阪道路を潜り、減速して、右にカーブすれば、宇治線との接続駅の中所島駅に到着する。 駅南側には30国線の置かれた伏見港公園が整備され、駅北側には幕末時代に重要な舞台となった寺田屋があるなど昔ながらの街並みが残っている。中所島駅を過ぎると進行方向を北に変える。中所島駅から先は住宅密集地の狭い空間を走る。中所島駅を出て左にほぼ90度カーブすると、 伏見区の中心駅である伏見もも山駅。駅前方の伏見大手筋商店街を越え右に、左にカーブを切りながら坂を上がっていくと、すぐに、近鉄京都線との連絡駅である丹波橋駅に到着する。かつては、近鉄京都線との直通運転を行っていたために、大阪より、京都より共にその線の跡を垣間見ることができる。 丹波橋駅を発車した列車は立体交差で近鉄京都線を乗り越え墨染駅、続いて名神高速道路を潜ったところにある藤森駅を過ぎると龍谷大学の最寄り駅で退避設備のある龍谷大前深草駅に着く。この駅はかつては深草車庫も併設されていたが1980年に閉鎖され電流線が一線残っていたが、 2代目京城駅舎の新築工事により撤去されている。この先の急カーブを過ぎると、伏見稲荷大社の最寄り駅の伏見稲荷駅、芝海道駅を出ると、急勾配の右急カーブを上がって、JR 奈良線を乗り越え、急勾配の左急カーブを下がれば、JR 奈良線との接続駅である、東福寺駅に到着する。 左側に、大手ゲーム機メーカーにインテンドの京都リサーチセンターが、見え、東海道新幹線、東海道本線を潜ると列車は、地下線に入り33県道、京都女子大学の最寄り駅七条駅に到着する。その先は右にカーブしながら清水寺の最寄り駅である、清水五条駅。 八坂神社や京都随一の繁華街市場通りの最寄り駅である祇園市場駅を経て、さらにその先の勾配を上がると、京都市営地下鉄東西線の接続駅である三条駅に到着する。かつてはこの駅の地上から京新線も発着していたが、1997年に廃止された後は地下鉄東西線からの直通運転により接続している。また地元では、 三条京阪の名称で親しまれ、バスターミナルなども併設されていて、京都の一大拠点になっていたが、鉄道網の充実により現在は、拠点性が縮小している。七条駅三条駅間の地上線時代は、琵琶湖疎水と並走し、京阪線の見どころの一つでもあった。京阪本線の正式な終点は三条駅であるが、実際に三条駅で折り返す列車は少数であり、 ほとんどの列車はこの泉出潮流駅まで続く、応答線に直通する。平安神宮や京都御所の最寄り駅の神宮、丸田町駅を過ぎると、京都大学、同志社大学や下鴨神社の最寄り駅で、応答線の終点の出町柳駅に着く。地上からは、落北方面に向かう永山電鉄が発着していて、降楽シーズンには混雑する。 三条駅に発着する大半の列車が応答線、出町柳駅まで直通運転を行っており、一部の列車は天間橋駅から中野島線中野島駅まで直通運転を行っている。そのため、両線との運行形態も合わせて記述する。以下に、種別ごとの詳細を示す。突起なければ、通常機の運行形態について記す。 年末年始に実施される正月ダイヤについては、年末年始の節を、その他の臨時ダイヤについては、臨時列車、臨時ダイヤの節も参照。また、快速特急、ライナー、特急、通勤階級、快速急行の詳細については、京阪特急も参照。京阪本線の列車種別は、快速特急、楽々、ライナー、特急、通勤階級。 快速急行、深夜急行、急行、通勤準急、準急、区間急行、普通の、計11種別がある。各種別の現行の前提車駅は、駅一覧を参照。快速特急、楽々8000系による、快速特急、楽々淀ド橋駅で町柳駅間で平日枠時代に、上り2本、17から18時代により2本が、運行され。 土曜、休日は9から11時台に上り5本、16から18時台に降り5本が運行される。京橋駅七条駅間をノンストップ、最速34分で運行する。中野島線には乗り入れない。2011年秋から2016年正月までは、降落期限定で運行されていたが、2016年3月19日のダイヤ改定より、 土休日ダイヤ限定で定期運行されることとなった。京橋駅七条駅間ノンストップ列車の定期運転は2000年6月までの特急以来約16年ぶりであった。さらに2017年2月25日のダイヤ改定からは平日にも運行されている。車両は臨時運行時代から8000系が使用されていたが2017年2月25日の 改定から2018年9月15日の改正まで全列車とも3000系が使用されていた。2011年10月22日から12月4日の土休日に淀屋橋発出町流行の臨時列車として運行された時は列車相性がなく2012年3月24日から6月3日の土休日に運行される際にこの運行に向けて 愛称の募集も行われ、楽々の列車愛称が与えられた。以後春と秋の交楽シーズンの度休日に運行される。臨時運行時代は、ノンストップ特急が運転されるときは運用上の都合により、前後の定期特急が一般車に差し替えられていた。2017年2月25日のダイヤ改定からは、快速特急の案内が愛称を含めた。 快速特急ラクに変更されている。正月三が日,日における正月ダイヤでは、2014年以降は、午前に、淀屋橋発出潮流域、夕方に、出町柳発淀屋橋域のノンストップ特急、落楽初モーデがそれぞれ運行された。なお、定期運用では2008年10月から2011年5月にも、快速特急が存在したが、こちらは、 平日の夕方から夜間にかけて、淀谷橋発出町流域のみの設定で、中小島駅と丹波橋駅にも停車していた。2018年9月15日のダイヤ改定より、土休日に限り使用車両が8000系に戻され、プレミアムカー連結となったが、平日の8000系の運用は復活せず、引き続き3000系を使用する。 2021年1月31日のダイヤ変更より3000系プレミアムカー運行開始に伴い、快速特急は全列車プレミアムカー連結となっている。2021年9月25日のダイヤ変更より、平日は9時台と10時台の2本運転されるが、10時台は8000系が使用され、8000系の快速特急落学の平日の運行が復活した。 9時台は引き続き3 0 0 0系が使用される。夕方は3本中2本が8 0 0 0系で使用される。出待ち流17時41分発と18時15分発は8 0 0 0系18時49分発は3 0 0 0系が使用される。土曜、休日は朝は4本運転されるが、すべて3 0 0 0系が使用される。夕方も5本運転されるが、 すべて3000系が使用される。これによって、8000系の快速特急落学の土曜、休日運用が消滅し、平日のみの運用になった。ライナー2017年8月21日より、平日朝に運行を開始。2021年1月31日変更の、ダイヤでは、平日の朝に出、出町流三条、くずの葉、 平方始発淀屋橋行きの下り列車が、それぞれ一本ずつ、平日の夜に、淀屋橋発出町流域の上り列車が2本、運行されている。中野島線には乗り入れない。停車駅は、特急と同じである。しかし、一般列車優先のダイヤであることや、五条防止のため駅での停車時間が長いことが、要因で所要時間は特急に比べてのきなみ長い。 この種別は、プレミアムカーを含めて、全車座席指定の列車であり、運賃の他に、ライナー券、または、プレミアムカーを利用する場合は、プレミアムカー券が必要である。ただし、下り列車の京橋駅、小戸屋橋駅間と、上り列車の七条駅で町柳駅間は、乗車券のみで乗車できる。車両は原則として8000系が使用される。設定当初は、 平日朝の淀屋橋駅のみの運行で、始発駅を出ると京橋までノンストップとなり、京橋駅から淀屋橋駅までは各駅に停車していた。2018年9月15日のダイヤ改定より、平日夜間に出町ち柳駅が設定され、停車駅が特急と同一となった。2021年9月25日のダイヤ変更より、クズの端発が一本増発され、 朝は4本から5本に増発された。夜は2本から4本に増発され、18時台から21時台まで、毎時零零分発で運行されている。特急発線系による特急終日にわたって運転され、京阪特急の名で親しまれている。ほとんどの列車が、淀屋橋駅出町柳駅間の運転で、平日朝には、平方始発淀屋橋駅が1本。 平日夜には、淀屋橋発クズの廃棄が一本、深夜には、淀屋橋発三上棄と出町柳発平方市域が、それぞれ一本設定されている。中野島線には乗り入れない。ダイヤ改定、ダイヤ変更のたびに、軽特急、快速特急がそのまま置き換わる形で、運転時間帯が拡大され、2021年9月25日の、 ダイヤ変更時点では朝ラッシュ時下りや早朝、深夜を除いて、終日15分間隔運転となっている。車両は、淀谷橋駅出町柳駅間の、全区間同士の列車については2階建て車両を呼び、プレミアムカーが連結されている、特急用の2度ア車8000系を中心に、朝夕のみ3度アの車両とで運用されている。3度ア車については、 基本的に3000系が運用についているが、ラッシュ時や深夜を中心に、一般車の運用もあり、2021年現在、平日ダイヤ12本、と休日ダイヤ5本が一般車での運用となっている。また、平日朝ラッシュ時の特急には、女性専用車両が設定され、上下とも、京都側の先頭車に当たる1号車が対象になる。なお、 駅の時刻表には発車時刻の横に小さく2度朝か3度朝を表すマークが付けられている。京阪間同士の特急における普通との、環球接続は、準急、通勤準急の不死を参照のこと。出町柳駅淀谷橋駅間の標準所要時間は53から54分で、カーブの多い路線と大阪、京都それぞれの市街区域に乗り入れる区間が他社より、 長いことが影響して、大阪、京都の都市間輸送の所要時間では他社に水をあけられている。特急の方向膜の地色は赤である。2003年9月6日のダイヤ改定で、現在の赤字に白文字の膜となった。それ以前は、8 0 0 0系は黒字に赤文字の膜を、3 0 0 0系は白字に赤文字の膜を使用しており、1995年の 更新工事の際に8 0 0 0系と同様の黒地に赤の膜となった。2003年以前に使用していた黒地に赤字の膜は2 6 0 0系に入っており、軽特急織姫で使用された。なお、現在の赤字に白文字の膜は製造時の6 0 0 0系の急行膜と同じ色である。2000年6月30日までは、 京橋駅七条駅間途中ノンストップ。2000年7月1日から2003年9月5日までは中所島駅、丹波橋駅に終日停車となり、京橋駅中所島駅間ノンストップで運転されていた。ただし、毎年8月の最終日曜日に行われていた、倉湾か花火大会の開催時には、平方市駅に上下列車とも臨時停車していた。 2003年9月6日以降は、平方市駅、葛野の駅にも、停車となった。2008年10月のダイヤ改定から2011年5月の、ダイヤ変更までは、日中、1、3の列車が一般車による、淀屋橋駅、平方市駅間の運転、朝ラッシュ時の上りの半数、及び平日夕ラッシュ時の上りの一部の列車が、葛野の駅、または山上駅止まりとなっていた。 また、京都競馬開催期の最多客時には、平方始発淀屋橋行きの特急を延長する形で、競馬場最よりの淀駅始発の臨時特急が運転されることがあった。2011年5月28日に行われたダイヤ改定で、平方市まりの特急を中野島線からの快速急行と統合した形で、 出町柳駅に延伸し、夜間帯を除き10分間隔での運行になった。また平日に運行されていた、快速特急についてはすべて特急に置き換えられ、別途交絡機の臨時列車として運転されている。また、運用数と主要駅の停車時間、運転余裕時分の見直しにより、所要時間が下り57分上り55分に伸びた。 2016年3月19日のダイヤ改定で停車駅での停車時間や緩急接続の見直しにより所要時間が2から4分短縮された。2017年上半期からのプレミアムカー導入による8000系の改造に伴い、2016年9月24日から順次8000系で運用される列車は7両編成での運行に変更され、 2017年2月25日のダイヤ改定で8000系で運用される列車はすべて7両編成での運行に変更された。同年8月20日からプレミアムカーを連結した8両編成に戻された。2021年1月31日のダイヤ変更での3000系プレミアムカーの運行開始に伴い日中は全特急列車がプレミアムカー連結となった。 2021年9月25日のダイヤ変更より、日中は3000系が快速急行で使用されるため、8000系のみで運転され、3000系は朝と夕方以降のみ使用される。また10分間隔運転から15分間隔運転に変更された。その他、7両編成の一般車仕様の特急が深夜に1本登場した。快速急行。 通勤階級二代目三千系による快速急行特急に準じて、平方市駅を境に、京都側では特急と同等大阪側では従来の急行の役割を果たす。終日にわたって運転されており、日中は淀屋橋駅で町柳駅間で1時間に2本運転され、平日夜間に多数の淀屋橋発クズも廃棄が運転されている。 日中の列車には3 0系が使用され、プレミアムカーが連結されている。その他、平日朝には、淀屋橋発平形市行きが1本、寝屋川市発出調流行と平形市発、淀屋橋行が、それぞれ1本、平日夕方には唯一中野島線に乗り入れる、中野島発クズの廃棄が1本設定されている。平日が、淀屋橋九時台発の1本が、 高利駅で、出町流18時台発の2本が、平方市駅で、それぞれ快速特急、楽ラ々クラクを退避する。それ以外の列車は、全区間で先着する。また、京都競馬開催時の土、休日には、夕方の下り5本中3本が、淀駅に、臨時停車する。夕方ラッシュ時の上り列車は、淀駅、または、 ふずの廃駅折り返しの急行の保管的な役割を担い、出町柳駅発の列車は、快速特急の運行による特急を保管するために運行されている。これにより、快速急行停車駅においては、実質10分に1本の本数が確保されている。これらの快速急行は、基本的に8両、または7両編成の一般車が用いられる。通勤階級は、 快速急行の停車駅から森口市駅を除外した種別で平日朝に折りのみ運転される。葛ずの葉発淀谷橋駅が1本、葛ずの葉発中野島駅が2本、出町柳発中野島駅が1本設定されている。種別幕の表示は両種別ともに紫色である。通勤階級はこの名称が正式な列車種別名であり、通勤快速急行とは称さない。 運行の変遷本種別は2008年10月19日の中野島線開業時に中野島駅発着の最速達種別として登場し、それまでの急行を置き換える形でほぼ終日運転されていた。車両も3000系がほぼ専属的に使用されていた。競馬開催日には朝から夕方にかけて競馬場もよりの淀駅にも臨時停車していた。 その後、2009年9月の一部ダイヤ改定では、夕方時間帯のクズの廃棄が、淀屋橋駅始発の急行に建て替えられ、中野島駅始発の列車は普通に格下げされた。また出町柳駅についても三条駅までの運転となり、三条駅は、クズの廃棄で、快速特急の通過退避を行っていた。2011年5月のダイヤ改定で、 淀屋橋駅、平方市駅間の特急と統合する形で日中の運転がなくなり、本数は大幅に削減された。また、夕方の山上駅は、クズの廃駅に短縮された。さらに、2013年3月のダイヤ改定により、中野島駅、出町柳駅間の運転は、平日朝ラッシュ時に限られ、この時間以外に運行される、快速急行について、平日は、 上りは、中野島発クズの廃棄下りは、出町柳発淀屋橋行きとなっている。土休日ダイヤにおいては朝と夜間の出町柳発、淀屋橋行きのみとなった。2016年3月19日のダイヤ改定では、一部列車が7両編成での運行となり、新たに淀屋橋行きの通勤階級が1本設定された。また、土曜、 休日ダイヤの朝に、淀屋橋発出潮流行き、クズノハ発淀ド橋行き、夕方に、淀屋橋行きの列車が増便された。夕方ラッシュ時には再び三千系による運用外地、運用復活。深夜帯の出町柳発淀屋橋行きが廃止となった。この海底で上り降りともに、中野島線開業から続いた中野島駅。 出町柳駅間の投資の快速急行が消滅し、下りの中野島駅については、平日の平方市駅始発の一本のみとなった。2017年2月25日のダイヤ改定では、平日夕方から、夜間の中野島発くずの廃棄の列車がすべて、淀屋橋始発に変更となり、中野島駅を始発とする快速急行は、 平日朝のクズの廃棄2本にまで減少した。2017年8月20日のダイヤ改定では、平日朝のクズの廃棄1本の淀屋橋発に変更されたため、中野島駅を発着する快速急行は上下1本ずつのみとなった。2018年9月15日のダイヤ改定では、3 0 0 0による通勤階級と、 平日夕方のクズの廃棄の運用が消滅した。一方で、平日朝に3000系による、寝屋川市発出町流域が新設され、種別が設定されて、依頼発の大阪方面を発着しない、快速急行となった。また、平日朝の出町柳発淀屋橋行きが、クズの廃発に短縮されることになり、出町柳駅を始発とする、快速急行は、平日、 と休日とも、夕方の淀屋ヤ橋域のみとなった。また、これまでは、平日朝やと休日夕方で見られた7両編成での、運行は平日夜にも拡大された。2021年1月31日のダイヤ変更では、くずの橋発の通勤階級が、新たに1本設定され、三条始発は、出町柳発となり消滅した。 平日朝の平方始発中野島行きの快速急行は淀屋橋行きとなり運行開始から設定されていた中野島行きの快速急行が消滅した深夜の淀屋橋発クズの廃棄特急が格下げする形で快速急行となったためと休日上りの運転が復活した2021年9月25日のダイヤ変更では 日中の特急毎時6本のうち2本の快速急行への格下げにより同時間帯の運転が復活するほか、初めてプレミアムカーが設定された。2011年までの日中の快速急行と同様3000系で運転される。通勤階級は出アナ柳発4本、クズの葉発1本の計5本が運転されていたのが出アナ柳発1本。 クズの破発3本の、計4本に減少した。また、日中の快速急行は3000系が使用されるものの、通勤階級には3000系は使用されない。急行、深夜急行7000系による急行京橋,橋駅、平方市駅間では、特急が通過する主要駅にも停車し、平方市駅出町柳駅間でも、特急より、停車駅が多いものの、京阪間で、 通過運転を行う種別である。京阪の現行種別で唯一列車によって停車駅が異なり、淀駅を始発、終着とする列車のみ、淀駅に停車する。中野島線には乗り入れない。2021年1月変更の現行ダイヤでは、日中時間帯の運転はない。淀屋橋駅で町柳駅間の列車のほか朝夕ラッシュ時には、淀屋橋駅。 クズノハ間の列車や、早朝には、寝屋川市発出潮流行き、平日朝には、淀屋橋市発平方市行き、早朝、平日夕方、夜には、淀車庫への出入庫や、土休日の京都競馬場への利便を兼ねた通常は、通過する淀駅発着の区間列車がある。平日の9時台、土休日の9時から11時台には、同時間帯に運行される上り快速特急。 楽楽を、平方市駅で退避する、淀屋橋発出町流域が、平日一本、土休日五本運行されている。これらは、快速特急が通過する平方市駅、葛ずの葉駅、中所島駅、丹波橋駅の停車本数を保管する役割を持ち、土休日においては平方、パーク、岩清水やわたぐ、京都競馬場、伏見稲荷、大社、 東山といった沿線の観光、降落需要に対応している。快速特急、楽楽のほか、特急に抜かれる列車も存在するが、多くの列車が全区間で先着する。以前は8両編成での運転が多かったが、現在は7、8両編成とも、ほぼ同数である。京都側の区間列車は2003年9月のダイヤ改定までは、準急として運転されていた。 深夜急行は大阪府内郊外主要駅の最終帰宅需要に特化した種別として一本のみ設定されている。8両編成での運転で、淀谷橋駅を0時20分に出発後、京橋駅より先の停車駅では、普通や準急の運転がすでに終了しているため緩急接続を一切行わず、0時49分にクズの廃棄に到着する。 停車駅は、急行から、森口市駅、平方公園駅を除外したもので、通勤階級と同じである。12月31日夜から1月1日の午前に、かけて実施される大晦日大ヤでは、急行に差し替えられるため、クズの廃駅で町柳駅間で運行されたことは一度も、なく、日本の鉄道において、深夜急行という名称の種別を運行しているのは、 道路線のみである。通勤階級以下の種別では8両編成のみならず、3、扉車7両編成も運用に入っている。2021年1月31日のダイヤ変更以前は、取扱場では3扉であっても、実際には5、扉車5000系限定の運用が設定されていた。2018年9月15日改正のダイヤでは、そのような運用が2本設定され、 そのうち、出町柳駅23時25分発淀屋橋駅の、急行は0時29分に、淀屋橋駅到着後、車庫に戻らないで、淀屋橋駅3番線でそのまま約間退白し、翌日が平日ダイヤ実施日であればその次運用となる、淀屋橋駅5時4分発、普通山乗駅を後、扉扱いとして運用していた。しかし、 一般利用者の目に触れる時刻表に5 0 0系、使用列車である旨は記載されておらず特段の案内もないため、書籍物などからでは5 0 0系の運用を特定することはできない。淀屋橋駅発の平日夕方ラッシュ時から深夜にかけてのクズの廃駅行きの場合、前述の快速急行と急行等混在させているが、前社と後社との停車駅の差はわずか一駅であり、急行は、 平方公園駅に停車するが、快速急行は通過となる点だけが異なる。方向膜の色は、両種別ともに大々色に白文字である。現在の大々色は1989年の7000系登場以降、英語入りの膜に交換された時から使用されている。それ以前は、英語表示のない赤字に白文字の膜を使用していた。 6000系登場以前は白地に赤字であった。前面の表示膜がない時代の方向板は丸型のものを使用しており、淀屋橋駅三条駅間が赤字に白文字、淀屋橋駅、葛野の葉駅間が白字に赤文字と区別しており、側面膜は白字に赤字で急行であった。運行の変遷急行は長らく終日運転される主力優等種別であった。 淀屋橋開業後の1964年当時の途中停車駅は、四条駅、七条駅、伏見成駅、丹波橋駅、中所島駅、八幡町駅、平形市駅、氷園駅,駅、京橋駅、天満橋駅、北浜駅であり、当時の急行は2008年10月19日に新たに登場した、快速急行とほぼ同じ水準の停車駅数であったが、その後は、 停車駅が増え、現在では全運転区間の約半数の駅に停車している。2000年のダイヤ改定までは、普通との環球接続は、基本的に森口市駅、氷園駅、丹波橋駅の3駅に加え、葛野の廃駅では、同駅折り返しの準急と相互に行われてきた。加えて、早朝、深夜時間帯以外は20分間隔時代は、 全区間で逃げ切れていた。しかし、1971年8月のクズの廃棄の改良工事完成に伴うダイヤ改正より15分間隔化になると逆に逃げ切れなくなったためにクズの廃棄あるいは丹波橋駅で特急に必ず追い越されていた。その後、2003年9月のダイヤ改定で昼間時の運転が中止された後、2006年4月の ダイヤ改定から2008年10月19日のダイヤ改定前までは昼間は淀谷橋駅平方市駅間の運転それ以外の時間帯は淀谷橋駅出町柳駅間を15分間隔で運転される形でほぼ終日運転されていて土休日は京阪間同士の列車は原則として終点まで特急に追い抜かれなかった1980年3月まで 寝屋川市駅、平方公園駅は昼間時間帯のみ停車、森口市駅は終日通過となっていたが、1980年3月のダイヤ改定で、寝屋川市駅は終日停車、森口市駅は昼間時間帯停車となり、その後森口市駅、平方公園駅は夕方ラッシュ時にも停車するようになるなど、ダイヤ改正ダイヤ改定ごとに停車時間帯が拡大し、 2003年からは夕方ラッシュ時間帯、終了後から深夜時間帯突入前の夜間にも停車するようになった結果、早朝から朝ラッシュ時及び深夜のみの通過となった。その後、2008年の中野島線開業で早朝と深夜の列車についても停車を開始し、ここに全急行列車が両駅に停車するようになった。 2011年5月のダイヤ改定で昼間にも、淀谷橋駅、クズノ駅間運転の休行が1時間あたり4、往復復活すると、普通とは、京橋駅、森口市駅、高園駅で、緩急接続するようになったほか、クズノ駅では特急とも緩急接続するようになった。京都競馬開催時は、淀駅に、臨時停車していた。 2008年10月19日のダイヤ改定で昼間の運転がなくなったため、変わって、快速急行が臨時停車していたが、2011年5月のダイヤ改定で昼間の運転がなくなり臨時停車がなくなった。ただし、以後も淀発の中野島駅臨時急行が運転されることがある。快速特急、楽々が運転される春秋の特別ダイヤでは、 特急の送り込みの関係上、京都競馬開催の有無関係なく、午後の時間帯で、淀発の出待柳穴岐が運行された。臨時停車の代わりに、葛の葉発の休行を延長する形で、と休日朝に淀行き、夕方に淀発休行が設定された。淀駅はそれらを含め、四十儀とする休行のみ停車し、これ以外の列車は淀駅を通過する。 八両編成運転は1985年から始まり、当初は朝夕ラッシュ時のクズの廃棄で折り返す列車のみであったが、1987年の京都地下線の開業で全線に拡大していった。2009年9月のダイヤ変更で平日夕方、上りに限り、中野島発のクズの廃棄快速急行3本が、 淀屋橋発クズノハの急行4本に振り替えられた。それと引き換えに、中野島発の列車は普通に格下げされている。さらに、前節の通り、2011年5月のダイヤ改定で、日中も淀屋橋駅、クズノハ間で運転されるようになり、夕方時間帯の下りも運転されるようになった。しかし、2013年3月16日のダイヤ変更で、 日中の運転は1時間あたり4本から3本に削減され、準急と交互に20分間隔での運転になった。また土日に運転されている淀行きの休行2本をクズの排気に短縮し、平日夕方ラッシュに運行されているクズの排気休行4本を淀行きに変更。また深夜にも淀行きの休行が運行されるようになった。 2016年3月19日のダイヤ改定で、日中の運転が、取りやめとなった。2017年2月25日のダイヤ改定より、上り快速特急、楽々運行時間帯は、八幡市駅、伏見成駅、清水五条駅、神宮丸田町駅などの京都観光最寄り駅に、配慮して、出町柳駅が平日に2本、土休日に5本運行されている。 この列車は、平方市で、快速特急、楽ラク,ラクを退避し、京都競馬開催時は、淀駅に、臨時停車する。2018年9月15日のダイヤ改定では、平日1本、土休日に2本あった8000系での運用は消滅し、2017年8月20日から、8000系で営業していた、プレミアムカーの設定も消滅した。平日夜には、 デマチアナギ発ヨドイが3本増発された。と休日の朝には特急を増発することになり、朝のデマチアナギイについては、6時台は準急に変更、7時台はクズの廃棄に変更された。また、2008年10月のダイヤ改正により消滅した、平方市域の運転が復活した。2021年9月25日のダイヤ変更では、 と休日の上り休校が全てで町柳木に変更された。また、深夜休校が運転時刻繰り上げの上で快速休校に変更され設定がなくなった。深夜休校は2021年4月30日からの終電繰り上げで運休となり、終電繰り上げがダイヤ変更まで続くため、実質的に2021年4月29日が最後の運行となった。 また、ダイヤ上では深夜休行は消滅したが、駅や京阪電鉄公式ホームページで見ることができる。停車駅のご案内では、深夜休行の名称が残っており、事実上、引き続き運休扱いとなっている。準急通勤準急2 6 0 0系3 0番台による、準急主に複々線区間で、通過運転を行い、その他の区間は各駅に停車する。 平日朝ラッシュ時の下りは森口市駅を通過する通勤準急として運転し、それ以外は森口市駅に停車する準急としてほぼ終日運転され、森口市駅で普通に接続している。平日朝、夕ラッシュ時の一部で中野島駅発着の列車が運転されるが、それ以外は淀ド橋駅発着となる。このか平方市駅、クズノハ駅、 淀駅発着の区間運転列車が設定されている。その他、土休日早朝には三条発淀屋橋橋駅が設定されている。中所島駅七条駅間の急行通過駅のホーム有効長が7両のため、京阪間同士の列車はすべて7両編成での運転であり、8両編成での運転は淀伊に限られる。京橋駅で中野島駅発着の普通と、 相互接続する列車がある。それらを乗り継ぐことによって、淀谷橋駅発着の普通を保管している。各駅停車区間における特急との対比、環球接続は、基本的に、香織園駅、葛ずの葉駅、丹波橋駅、三条駅の4駅で行っている。ラッシュ時には、京橋駅、平ら市駅で、環球接続を行う列車や、茅島駅、淀駅、 流国大前深草駅誘等列車の対比を行う列車、高園駅や平方市駅で、快速急行や急行に接続する列車もある。種別幕の字色は、両種別ともに青である。6000系登場以前は白地に青字であった。また、方向板を使用していた時は、丸板で白地に、青文字で準急と書かれたものを使っていた。 運行の変遷1980年3月のダイヤ改定前は、長席時間帯のみの運行であったが、日中の区間急行を準急に変更する形でほぼ終日の運行となる。そのため、茅島駅の利用客を救済する目的で同駅にも停車するようになった。この当時は日中を中心に、基本的に平方市駅折り返しで、 クズの廃棄で折り返すのは朝夕に限られていたが、1987年6月1日のダイヤ改定で、日中もクズの廃棄で折り返すようになった。1989年9月には、京都側にも通過運転を行う順急が設定された。また1990年までは夕方以降も、森口市駅は通過だった。2003年9月のダイヤ改定で、 全列車茅島駅出町柳駅間は各駅停車に再度戻された。この改定で昼間に全線通しの運転と、平方市駅折り返し運転が1時間あたり6本ずつ設定された。平日夕方ラッシュ時には、肩の線直通準急彦星が設定された。2006年4月のダイヤ改定では、平方市駅折り返しの休行が1時間あたり6本。 設定された関係で昼間の準急の運行がなくなったが2007年9月のダイヤ改定で15時以降に休行が準急に置き換わるパターンとなったこの時間帯は休行と同様に高林駅で特急退避をしていたが茅島駅で必ず区間休行との接続をとっていた中野島線開業日の2008年10月19日のダイヤ改定では 再び昼間に全線投資の運転が毎時4本復活した。また、森口市通貨列車を通勤準急として分離した。彦星は運転時間帯が変更され、深夜帯の快速急行に置き換えられた。2009年9月のダイヤ改定により、夕方以降の列車は、京都側での普通の区間列車と、くの葉駅折り返しの準急列車が統合され、中暑島駅 クズノハイ間の速達列車の通過駅でも利便性が向上している。2011年5月28日のダイヤ改定では、急行の終日運行が復活した関係で、日中の準急が1時間あたり4本から2本に削減の上、中野島駅発着に変更され、京橋駅で淀屋橋発の特急や普通と接続を行うようになった。そのため、 日中の中野島線直通列車は、準急2本、普通4本とも、淀屋橋駅発着列車を2本連続で、接続待ちしてから、改めて、京橋駅を発車するダイヤになり、京橋駅での停車時間が非常に長くなった。2013年3月16日のダイヤ改定で、日中の運転は1時間あたり、中野島駅発着2本から、 淀屋橋駅発着3本に変更された。春秋の特別ダイヤでは4本行き2本に変更された。平方市駅で折り返す列車は、氷園駅で特急に追い抜かれる列車がある。2016年3月19日のダイヤ改定では、日中の急行を準急に置き換え、淀屋橋駅で町柳駅間の列車が10分間隔で1時間あたり6本となった。また、 日中の特急との接続駅が、葛野の葉駅、丹波橋駅、山条駅に変更され、氷園駅で特急を退避する運行形態に変更された。ユーラッシュ時間帯の上り区間運転の列車は、平方市駅折り返しとなった。平日朝の平方市駅7時3分発の中野島駅通勤準急が、初の3000系での運用となった。 2017年2月のダイヤ改定以降、夕方ラッシュ時の淀屋橋発の一部が、中野島発に、くの葉発中野島行きが一部を除いて、淀屋橋行きに変更された。2017年8月20日のダイヤ改定で3000、K の通勤準急は消滅した。2021年9月25日のダイヤ変更により、 通勤準急の運転本数が15本から12本に減少した。また、日中の氷園駅での特急退避がなくなった。また、日中の葛野の廃駅での特急との環球接続が、平方市駅に変更され、日中の特急と準急の環球接続は、平方市駅、丹波橋駅、山上駅に変更された。なお同改正で日中に運転を開始した。 快速急行と準急の対比は、葛野の廃棄での環球接続、または、流国大前深草駅での対比となった。区間急行2200系による、区間急行を主に朝夕に運転される種別で、福福線区間の途中駅である、森口市駅伊藤を各駅に停車することで、大阪モノレール線との乗り換え駅でありながら、外側線にしかホームがない門真市駅やその周辺の、 駅の速達、利便性を確保する役割を担っているほか、平日朝ラッシュ時下りでは、通勤階級と通勤準急が停車しない、森口市駅を保管する役割も持つ。大半の列車が、寝屋川車湖への出入庫も兼ねた、茅島駅発着で、茅島伊東も走るのは平日朝の下り、くの葉発4本と、上り平方市駅1本、平日深夜の上り、 香里園き一本のみである。内側線の容量の関係上、平日朝ラッシュ時下りには、全線外側線を走行する列車が一本ある。前を走行する普通列車の速度に合わせて走るため、森口市駅京橋駅間の所要時間は、急行線を走る、区間急行より2から3分遅い。平日朝ラッシュ時の淀屋橋発、クズノハイキり列車の一本は、 平方市駅まで後部二両が、女学生、自動優先車両となることがある。学校の授業がある期間に、交園駅を、最寄り駅とする香里ヌベール学院中学校、高等学校の生徒向けに設定されている。設定時は、車両の前後に、後部二両女学生、自動優先の看板が掲出される。区間急行は、他社では急行と準急の中間の種別として、 使われるが、K 班では、伝統的に、区間急行を準急と普通の中間の種別としている。A 文字表記は、他社の、準急にあたるセミ EXP と表記され、準急には、他社の、区間急行にあたるサブ EXP と表記されていることから、区間急行と準急の位置づけが逆になっていることが、わかる。方向膜の字色は緑色である。 長らく、区休と略して表示されてきたが、2003年改定より、駅の発車案内表示において、区間急行と略さずに表示するようになり、車両側も2008年より、中野島線対応で、方向幕を交換して、駅と同じく、区間急行と表示するようになった。なお、前面の行き先表示板を使用していた頃は、区間急行は普通の板の行き先の下に、 赤字で、旧と書かれたものを使用していた時期があった。運行の変遷1980年3月のダイヤ改定で、それまで、平方市駅が、最東であった、区間急行は、くずの廃駅まで、運転区間を延長した。また、日中の列車は順急に変更され、それ以降は、朝夕ラッシュ時の先住列車として運転されてきたが、2006年の、 ダイヤ海底からは再び26年ぶりに昼間、時間帯にも運転するようになった。2008年10月19日のダイヤ海底では、天馬橋行きを中野島行きに延伸した。2009年のダイヤ海底で大阪側の4両編成の列車が平日茅島発深夜の片道1本のみ、区間急行で復活した。この列車は中野島線直通であり、 折り返し快速休行となったが、2011年5月28日のダイヤ改定によりこの運用は終了となった。また、この改定では昼間時間帯の運転も再度廃止され、1980年より2006年までと同様に早朝、深夜及びラッシュ時のみの運転となった。2016年3月19日のダイヤ改定では、 朝の平方始発の列車が、葛ずの葉発の準急に変更され、茅島駅伊東発の列車が削減された。一方、葛ずの葉駅が平日朝に一本復活したほか、平日に、葛ずの葉発淀屋橋駅が設定された。2017年2月のダイヤ改定では、ユーラッシュ時ノりの一部が準急に変更され、本数は少し減少した。 2018年9月15日のダイヤ改定で、平日早朝の下り、クズの破発の準急1本が格下げされ、茅島糸を走る、区間急行は1本増えた。2021年1月31日のダイヤ変更では、平日朝のクズの廃棄が消滅し、平方市駅、クズの廃棄間は、下りのみの運転となった。また、平日夜には、 香り園行き域も設定された。2021年9月25日のダイヤ変更より、平日夜の香り園エ域が、淀屋橋発着から中野島発着に変更となり、運行時間が大幅に繰り上げられ、淀屋橋23時18分発から中野島20時50分発に変更された。普通急線経営による、普通各駅に停車し、全線で運転される。 案内放送では、各駅停車で統一されている。日中含め多くの時間帯で、中野島駅、茅島駅、平方市駅間の運転である。時間帯によっては、淀屋橋駅、クズノ駅、出町柳駅を、始発、終着駅とする列車も存在する。京都側のみ運転となる淀谷駅、淀駅出町柳駅間の列車も朝夕、夜に設定されている。その他、 早朝には、寝屋川市発出潮流域や三条発中野島域が、と休日夜には、出町柳発くの廃棄が一本、深夜には、中野島発三条域が一本、出町柳発森口市域が一本、出町柳発平方市域一本、出町柳発寝屋川市域が設定されている。京阪の列車として所要時間が最長となる。 中野島駅出町柳駅間を乗り通すと、約90から110分かかる。昼間時は、森口市駅で準急に、平方市発着は、平方市駅で特急に接続する。快速急行急行が運転される、時間帯は、氷園駅でも接続を行う。中所島駅七条駅間の急行通過駅の、ホーム有効長が7両のため、準急と同様に、 京阪官同士の列車及び淀ド発着の列車は、すべて7両編成であり、8両編成での運転は、クズの廃成と深夜の三条発出潮流域のみで、ある。特に、京阪官同士の普通の場合、2000年のダイヤ改定までは、氷園駅を出れば、あとは、平形市駅と深草駅で特急を退避するだけで、後続の急行とは、環急接続せずに三条駅、 または、出町柳駅まで逃げ切るダイヤとなっていた。茅島駅折り返し列車に関しては、茅島駅出町柳駅間の各駅に停車する、準急と接続できる体系になっている。しかし2000年のダイヤ改定から約3年間、氷江駅発車後、三条駅、または、出町柳駅まで逃げ切れなくなっていたが、これは、丹波橋駅で特急と急行が、 環急接続するようになった上、京阪関東市列車における、深草駅での2列車連続退避が生じたためである。その反面、伏見稲荷駅での環急接続はできないものの、急行の後続となる普通へ乗り換えることにより、丹波橋駅以南の特急、急行停車駅から、戸麦街道駅、東福寺駅への所要時間が短縮された。 運行の変遷2000年のダイヤ海底までは、昼間時に山条方面と宇治線との直通列車も存在していたが、廃線の都合上、中所島駅で進行方向が変わっていた。このダイヤ改定で中所島駅で、系統分割され、2003年のダイヤ改定まで中所、島駅発着となり、丹波橋駅での急行との接続もなくなり、山条駅、 出町柳駅、または、中所島駅まで先着となった。なお、系統分割後の当該列車は、上り特急の後を追って中所島駅を発車するダイヤになっていたため、中所島駅以南の特急、急行停車駅から伏見桃山駅までの所要時間が、短縮された。2003年9月のダイヤ改定で、それまで、全線直通と、 かや駅折り返しの2本立てだったが、前社は日中のかやしま駅以南が準急に格上げされたため校舎のみに統一された。2006年4月のダイヤ改定で2年7ヶ月ぶりに全線直通が復活し、1時間あたり6本すべてが全線直通に統一された。しかし、2008年10月19日のダイヤ改定では1時間あたり6本中2本を残して、 かやしま駅以南が再び準急に格上げされており、かやしま駅折り返しは2年半ぶりに復活している。このダイヤ改定からラッシュ時間帯に運転されていた京都側での折り返し列車は大幅に削減され、一部列車は準急に系統統合されている。また、2011年5月28日のダイヤ改定で日中の区間急行が中野島駅。 茅島駅、出町柳駅間の普通に置き換えられた。よって、大阪側基準で日中の3分の2の列車が中野島駅発着に変更されたため、この時間帯における、淀屋橋、北浜両駅から野江駅土井駅間各駅への利用者は、3分の1を残して、京橋駅での乗り換えが必要となった。さらに、2013年3月16日の、 ダイヤ変更で、日中1時間あたり6本すべてが、中野島駅発着に統一され、日中は、淀屋橋駅、天馬橋駅での運用がなくなり、前述の利用者はほぼ終日京橋,橋駅での乗り継ぎが必要となった。また大阪側の区間列車は8両編成が大幅に増えている。2016年3月19日のダイヤ改定では、 日中の中野島駅出町柳駅間の列車が、中野島駅平方市駅間の運転に変更された。また、日中の郡園駅での環急接続が取りやめられた。平日朝ラッシュ時の郡行駅上り列車の一本は、後部二両を除学生、自動優先車両としていたが、この海底で消滅し、区間急行に設定が引き継がれた。 2017年2月25日のダイヤ改定では、日中の茅島発着のうち、毎時1本が、平方市発着に変更され、日中は、中野島駅、平方市駅間4本、中野島駅、茅島駅間2本の運行が基本となった。2021年1月31日のダイヤ変更では、深夜の香り園域が消滅した。 2021年9月25日のダイヤ変更から、日中の平方市発着は、郡江駅で、茅島発着は、森口市駅で、快速急行と接続する。通常期の昼間時の1時間ごとの運転本数を、まとめると以下の通りになる。京都競馬開催時の臨時列車京都競馬場での、競馬開催時には、最寄り駅となる淀に向けて、臨時列車が運転されている。 メイン競争の核により本数は増減する。1990年代までは、午前に、淀谷橋発淀行きの急行、午後に、淀発天馬橋行き及び山上行きの急行が、運転されていた。この臨時急行は、馬急とも呼ばれ、行き先表示板を使用していた時代には、停鉄が描かれたものを使用していた。 1999年4月から2003年9月6日、ダイヤ改定前までは、午前の休行に代わって、ヨド快速ターフィー号が運転されていた。この列車では、競馬専門誌のトラックマンやスポーツ新聞の競馬担当記者による競馬予想が車内で放送されていた。それ以降は、 準急の平方市駅淀駅間を延長する列車の内平方市駅淀駅間で急行運転するものはギャロップとして運転されヘッドマークも掲げられていた2006年4月のダイヤ改定以降は高架化工事に伴い下り線が始発線のない仮設ホームに移設されたため臨時列車の本数が大幅に減ったもののメイン競争の格によって袋飲み 淀発天馬協業や三条業の急行が運転されることがあった。2008年10月からは快速急行が淀駅に臨時停車するようになり、2011年5月に昼間の快速急行が廃止されていったのは廃止されていたものの、2016年3月19日のダイヤ改定で臨時停車を再開した。現在はメイン競争の格によって増減するが、 中野島駅淀駅間の急行、淀駅三条駅間の普通が運転される。例外として2010年11月27日には、京阪廃開催及び、京阪電車100周年を記念して、臨時ターフィー号が一本運転され、また2011年度も11月26日に、臨時ターフィー号が、淀屋橋駅淀駅間で、片道一本運転された。 過去にはホームに感染帰りの客が殺到し、安全性確保のために通常は通過する特急が、急遽臨時停車した例もあった。また、2003年9月6日の大幅な、ダイヤ改定直後の同年10月から11月の、日曜日のうち4日間と、2004年5月2日には、休日特別ダイヤを編成したことがあった。このダイヤでは朝夕に、 各種列車の増発が行われ、特に夕方には10分あたり3乗発、天満橋駅臨時特急1本、淀発天満橋駅臨時急行1本、淀発淀屋橋行き、ギャロップ1本が増発され、定期列車と合わせて、伏線区間で10分間に、片道5本という朝ラッシュ時間帯並みの本数となった。宇治快速機 最地快速年末年始毎年正月三日日には、成田山不動村、岩清水八幡宮、伏見稲荷大社をはじめとする沿線の自社への、初詣需要に対応するため、大晦日の夜間18時台から、翌年1月3日までは、土曜、休日ダイヤを適用せず、大晦日ダイヤ、正月ダイヤを編成して運転している。これらは、片野線、宇治線、岩清水、 八幡宮ぐ道ケーブルにおいても適用される。各駅や全列車の時刻などは、京阪電鉄の公式ホームページ上や、広報誌、K プレス、または、リーフレットなどで公表される。大晦日ダイヤ大晦日の始発電車から18時までは、京阪線共通で、土曜、休日ダイヤで運転し、同日18時から、 翌年の元日10時までは、大晦日ダイヤとして、通常とは異なるダイヤに切り替え、翌年の元日早朝にかけて、終夜運転を実施する。2011年以降は、急行を、淀屋橋駅出町柳駅間で20分間隔、普通を、淀屋橋駅、中野島駅出町柳駅間で20分間隔で、運行している。ただし、3時台以降は、 運転間隔が広がり、それぞれ30分間隔となるほか、入庫のための茅島行き普通列車も運転される。終夜運転時における急行と普通の緩急接続は、高園駅のみで行う。京阪線の終夜運転の開始は1957年に遡る。過去の運行概要は、以下の通りであった。正月ダや元日の10時から1月3日の終電までは、 正月ダイヤを実施している。終日にわたり通常ダイヤとは異なるダイヤとなり、日中に京都方面で増発される反面、朝や夜間は通常の土曜、休日ダイヤに比べて本数が少なくなるのが特徴である。終電の時間帯に関しては通常ダイヤとほぼ同じ形で運転される。正月ダイヤにおける各種別の運行形態は以下の通りである。 通常の土休日ダイヤでは運転されている快速急行の設定はない。なお、京都競馬の京都金牌の開催時は、正月ダイヤ、または平日ダイヤで、競馬関連の臨時列車が運転される珍しい事例が見られることがある。過去の運行概要は、以下の通りであった。大文字誤算送り日、大文字誤算送り日のある毎年8月16日は、土曜日。 日曜日にならない限りは原則として平日ダイヤの運転となる。2008年までの実績では夕方以降の急行は出町柳まで運転された。一方で出町流発着の普通の一部は3条での折り返し運転とした。また20時以降は軽特急や急行を中心に臨時列車が運転された。2009年以降は混雑する時間帯に 出町柳駅発のクズの廃棄の臨時休行を増発している。出町柳駅の今出川口については、混雑緩和などのために営業時間を延長する。特別ダイヤ降落シーズンを中心に、と休日ダイヤが変更され、特別ダイヤで運行される。特別ダイヤ実施期間中、快速特急、楽ラ々クラクが午前中に、出町柳駅が午後に、 淀屋橋駅が運転される。午前の快速特急、楽楽、出町、柳駅が運行される。時間帯には、淀屋橋発の快速急行出町柳駅が運行され、平方市駅で退避する。特定の日を除き、淀駅にも臨時停車する。一部の急行が準急が変更されるほか、淀屋橋駅平方市駅間の準急が運行され、 一部の列車の環球接続や通過対比のパターンが変更される。ダイヤは公式サイト上や各駅で公表される。午前中の出町柳行きの快速特急落学、特急、快速急行は、木船、倉間連絡、大原連絡、比叡山連絡として運転される列車が設定されている。この特別ダイヤは2003年の10月から11月に、 かけてと2004年5月2日に実施された休日特別ダイヤが前進であるが、2014年に春の特別ダイヤとして再開され、原則として3月下旬から5月上旬と10月、11月の全休日に実施していた。その他上期以外にも、祇園祭り、宇治川花火大会、天神祭りなど沿線で大きな催し物がある、場合は夜間を中心に、 臨時列車が運転される。また、降落シーズンには、淀屋橋駅、天馬橋駅、三条駅、出町柳駅間に臨時特急が運転されることがあった。他線に比べて比較的臨時列車が多い路線だが、近年臨時列車は減便傾向にある。以前は、名称がない臨時列車にも、臨のヘッドマークが掲げられていたが、2003年9月6日、 海底以降はこのマークは臨時特急のみにしか掲げられていない。さらに沿線で大きなイベントが開催される場合は夜間の特急が3度シャに差し替えられることがある。軽特急京阪本線のかつての最優等種別。2003年9月6日のダイヤ海底で新設された。ただし、停車駅は ダイヤ改定前の特急と同じで、特急の停車駅が増加したことにより、新たに設けられた種別である。淀谷橋駅で町柳駅間で運行され、朝の淀谷橋駅が、平方市駅にも停車していた。平日の昼間以外の時間帯のみの運転で、通勤特急の役割を果たすことから、土曜、休日は運転されなかった。平日夕方ラッシュ時では、丹波橋駅で休行と、 環急接続を行っていた。朝の下り以外は事実上の軽半間、ノンストップ列車である。朝の一部の列車は3度朝で運転され、特に再混雑時間帯の下り列車では2度朝の、重頭が避けられていた。朝ラッシュ時には、出待ち柳川の一両目が、女性専用車両として運用されていた。また、平日朝ラッシュ時には、片の線記載地から、 淀屋橋行き軽特急、織姫が2本運転されていた。この列車は、片野線でのホーム有効庁の関係上5両編成で運転された。軽特急の名称は、中野島線開業に伴う2008年10月19日のダイヤ改定で廃止され、平日朝の軽特急が特急に、夕方の上り軽特急が快速特急に解消された。 快速特急京阪本線上りのかつての最優等種別。2008年10月19日のダイヤ改定で、それまでの軽特急から置き換える形で新設。停車駅はダイヤ改定前の軽特急と同じで、特急よりも速達列車であるということをわかりやすくするために新設された種別である。平日夕ラッシュ時に、 すべてにドア車により小戸ヤ橋発出潮流業で運行され、下りや土曜、休日の定期列車は設定されていなかった。なお、この列車は、平方市駅、くずの廃棄は通過となるため、京橋駅などでは、通常の特急との誤認を防ぐための放送を、係員が肉声で行っているほか、京橋駅の発車メロディはこの列車に限り、朝野屋の京橋で、 乗り換えを使用している。臨時列車では、2011年に、桜エクスプレス、若葉エクスプレスとして、淀屋橋発出町流域が2本運転されたほか、光のルネサンス号として、出町柳発中野島行きが運行された実績がある。2011年5月28日のダイヤ改定で、廃止となり、全列車とも特急に格下げされた。 区間休校1938年の設定当時は、天馬橋駅平方東口駅間で運行され、停車駅は、加茂駅、角間駅、茅島駅、寝屋川駅、郡利駅、平方駅であった。種別としては、準急よりも下位であるが、当時準急停車駅であった森口駅を通過していた点が特徴である。戦争中に一旦廃止となり、 戦後1947年に運行を再開している。その後、現在の停車駅となり、1960年のダイヤ改定で、それまで運行されていた京橋駅、森口駅間通過の普通に統合され、昼間時にも運転されるようになった。A 急行一方、この区間急行とは別に、1952年にそれまで、 混雑時に天馬橋駅、平方市駅間で運行されていた急行を、平方公園駅以北を各駅停車とする形で、八幡町駅、深草駅まで延長した。この急行は種別版が赤の縁取りで、白地に赤文字で、旧と書かれていた。この種別版は、後年設定される、葛の橋発の急行の種別版と同様のものであった。 この A 久行と準急との停車駅の違いは、豊野駅と三つ吉寺駅を通過するか停車するかの違いのみであり、豊野駅が廃止されて、以降は、準急との停車駅数の差が一駅となり、急行運転の意味が薄れたため、1969年の京橋駅移転によるダイヤ改正により、準急と統合して廃止された。この区間運転の急行は、 当時の列車番号の頭部に A を付番していたため A 急行とも呼ばれていたが旅客案内上ではこれも急行と称していた。1964年当時は朝ラッシュ祭ピーク時に主に平方市駅淀屋橋駅間で夕方以降に淀屋橋駅八幡町駅系統を中心に運行していた。 京都側の準急1989年9月27日から2003年9月5日まで運転されていた種別で朝と夕方のラッシュ時や夜間を中心に運転されていたこの列車の前身は山上から宇治線に直通していた急行でありその名残で当初は夕方ラッシュ時にクズの廃棄のみを五両編成中心に運転していたその後 1991年6月1日のダイヤ改定で朝ラッシュ時の淀発出潮流域と夜間に淀駅域が追加された後2000年のダイヤ改定で夕方ラッシュ時の出町柳駅、葛野の廃棄間の列車は普通に格下げされ同時に7両編成も登場した2003年9月6日のダイヤ改定で茅島駅伊東角駅停車に改められたため 出町柳駅淀駅間の準急は、急行に変更された。なお、大阪方面からの準急は1937年の、種別設定当時は平方東口駅伊東戦後の運行再開後しばらくの間は中所、島駅伊東で、通過駅があった。1987年改定以後は、準急は、淀屋橋駅淀駅間のみ設定されていた。また、 2003年9月の改定までは、大阪方面の準急は、淀駅伊藤には直通しなかったので、この期間は、淀ド橋駅、クズノハ駅間と、出町柳駅、クズノハ駅、ヨ駅,駅の2系統の準急がある状態であった。奈良電気鉄道、近鉄京都線直通の休校、順休1968年まで丹波橋駅三条駅間に、奈良電気鉄道直通の急行 準急普通が運転されていた。奈良電気鉄道、近鉄の車両が使用され、停車駅は1957年までの準急は、各駅停車、それ以外は、急行、準急とも京阪間直通の急行と同一であった。詳細は、奈良電気鉄道京阪神急行電鉄、京阪電気鉄道との直通運転を参照。 普通太平洋戦争中の1944年2月5日より、混雑時の京阪間直通の普通列車は、鴨尾駅森口駅間を通過するとされた。この措置がいつ解除になったかは不詳である。その後、1956年、天馬橋駅三条駅間直通の普通列車については、当時の複々線区間である、京橋駅森口駅間が通過となった。 この区間の各駅については、平方市駅折り返しの普通列車が停車する形になっていた。この二つの普通は案内の上では特に区別されず、どちらも普通であったが、各型方向番中の行き先の周りを赤枠で囲ったものが使用されていた。1960年のダイヤ改定で、直通列車を各駅停車に、平方市駅折り返し列車を、 京橋駅森口駅間通過に入れ替えた上で、上記の区間急行と統合する形で、区間急行に変更され、通過駅のある普通列車は消滅した。部内では直行とも称された。片野線直通列車、折姫、彦星2013年3月16日のダイヤ改定まで、平日朝ラッシュ時には、片野線記載地発中野島駅通勤階級。 織姫、平日深夜には、中野島発記載地域快速急行、彦星が運転されていた。両列車は、片野線でのホーム有効庁の関係上、五両編成で運転されていた。中野島線開業前の2003年9月の、織姫、彦星新設当初から2008年10月までは、織姫は、記載地発淀屋橋域系特急。 彦星は夕方時間帯に天満橋始発、記載地域準急として運転されていた。貨物列車貨物運輸は1913年7月4日に開始され、1937年6月時点のダイヤでは、塩麹駅天満橋駅間に定期貨物電車が3往復、不定期が3往復、塩麹駅始発で中小島駅から、 宇治線へ乗り入れ往復後に天馬橋駅に向かう列車が一本設定されていた。戦後の1946年2月時点で1日に往復、1953年9月には1往復の定期貨物電車が運行されていた。この当時は、塩小路通りの踏切を越えたところで一旦停車、バックして駅構内に入り、 大阪天馬橋へは一度三条駅まで北上してから折り返して運用された。1955年6月25日、貨物輸送は廃止され貨物専用駅の塩工事駅も廃駅となった。創業時の展開計画時、大阪側は本来高麗橋を起点とする予定が、大阪市の圧力で天馬橋駅に変更を余儀なくされ、それ以来大阪中心部への乗り入れは、 京阪の悲願となる建設当初は、阪神電気鉄道とともに、大阪市電への乗り入れも計画していたが、車体規格の問題などで、大阪市が難色を示しお流れとなった。その後、戦前には新京阪線との総合ターミナル駅建設による梅田への乗り入れ計画も立てられたが果たせず、開業から、 半世紀余りを経た1963年4月16日に、ようやく地下線で、淀屋橋への乗り入れを果たした。京都側も五条塩工事駅間が、住宅密集地で、用地確保に難航し、塩工事駅を起点にした、営業開始も検討された。そこに、京都市から鴨川と琵琶湖疎水の間の堤防場に、軌道設置の提案があり、 しかも市電用に取得した特許の譲渡を持ちかけられた。塩工事5条間を報奨金5万円、5条から3条間を報奨金47万円で譲り受け、まず5条駅までが建設された。伏見の深草地区では、陸軍第16師団の演習の支障を防ぐためとの理由で、深草駅、藤森駅間にあった第1軍道第3軍道は、開業時から道路が、 京阪本線の線路をまたぐ形で立体交差化された。このほか淀川水系の洪水対策で宇治川や木津川が付け替えられたために、橋梁の位置の変更、軟弱な地盤などで、軌道不設許可から建設までには十数箇所に及ぶ、設計変更やルート変更が行われ、1908年9月、全線の青写真が完成。 同年10月から4工区に分けて随時着工され、翌1909年4月には網島工場、車庫の着工、6月には鉄道線に電気を供給する火力発電所をケマの高門付近に建設、平方と伏見に変電所を着工した。そして開業した京阪線は適応放棄の関係から全区間の3分の1が、 平洋軌道で大阪側に集中していた。また、軽街道の宿場を縫うように作られたために、カーブの多い路線であった。当時総務課長として、線路の選定と、用地買収に当たった、大田光弘氏の改装では、これでも、当局や、取締役の岡崎国介を介した、政府筋への運動により、当初の特許から、平用道路を3分の1に減じてもらえた結果で、 あったという。1910年4月1日が開業日となるはずであったが、直前の森口変電所での変圧器の火災などで、開業が15日延期された。ようやく開業にこぎつけた4月15日当日も、車両故障が発生して、始発電車から立ち往生する事態となり、当時の新聞にも酷評されるなど散々な目にあった。このため、 18日までの3日間は運賃を半額にするという今では考えられないサービスでお名変状に勤めた。急行電車の運転天満橋駅五条駅間の所要時間は開業当初1時間40分で7月から1時間30分に大正時代に入った1912年には1時間20分まで短縮した。さらなる所要時間の短縮を狙い1914年には 日本初となる急行電車の運転を開始した。当初は深夜の運転で天馬橋駅五条駅間をノンストップで走り1時間で結ぶことに成功。翌1915年からは日本で初めて自動閉塞信号機を導入し、日中にも運転時間帯を拡大した。三条延伸開業後は途中、市場駅の未停車となったが、 天間橋駅三条駅間の所要時間は1時間で変わらなかった。1916年からは、この急行を最急行に格上げし、主要駅停車の急行を新設した。ただし、最急行は解消後4ヶ月で廃止されている。1917年この年は、京阪本線にとって最悪の1年となった。元日午後3時3分平方駅で停車していた。 普通電車に急行電車が追突、普通電車は200メートルも押し出され、急行電車は脱線した。事故原因は、急行電車の運転士がごとそう飲んでの飲酒運転に、夜、前方不注意というものであった。そして1月17日の早朝深草差庫から、出荷、客車15両、営業貨車1両、土木貨車3両と、検車庫、工場、事務所を消失した。 そこで、南海鉄道より、路面電車4両を借り、名古屋電車製作所に車体を発注、焼け残った足回りを組み合わせて6両が3月末から4月にかけて到着した。同年9月25日から、大正大水害と呼ばれる豪雨による洪水で10月1日、平方東口駅、葛野葉駅間、淀駅中所島駅間で、堤防決壊で、軌道浸水。 軌道流出、軌道閉塞、中書島駅西側の伏見変電所も浸水して、機能停止したため平方東口より、京都側は、運転不能となった。すぐに復旧工事に入るも、同月10日、再度水害に見舞われて修復が遅れ、同月11日中書島駅三条駅間の、運転再開、淀駅平方東口駅間が14日に、再開。 18日午前11時、淀駅中所島駅間が仮復旧して、全線の運行が再開された。昭和になった1927年には、ロマンスカーと称した、初代600型を登場させ、急行に使用した。このため、ロマンスカーという名称を使用したのは、小田急電鉄ではなく、京阪電鉄が最初となる。合わせて、この時期は、 平洋軌道の専用軌道化、森口駅、野江駅間の複々線化、立体交差化などの路線の改良、天間橋駅の改築、宇治川、木津川にかかる鉄橋の掛け替えなどの更新が重ねられた。1922年には新京阪鉄道を設立、1928年に新京阪線、天神橋筋六丁目駅西院駅間を開通させた。 戦中に、京阪新急行電鉄に統合され、戦後の1949年に新京阪線を阪急に残した形で、京阪電気鉄道として再発足した。大阪大空襲からの復興、疎開の影響による京阪間移動需要の急増を踏まえて、1950年7月には急行の所要時間を戦前と同水準とし、さらに9月には、 特急の運転を開始した。戦後における都心部への延伸と輸送力強化終戦直後の1945年から1968年まで奈良電気鉄道線との相互直通運転も行っていた。直通運転の解消は、京阪側の1966年の加モ信号所での追突事故を受けての ATS 設置。 近鉄京都線の河川電圧1500ボルト昇圧、近鉄と京阪双方の列車本数の増加に、丹波橋駅の規模では対応できなくなった。などが原因と言われている。また1952年に、大和田駅から森宮駅の間1 0 8トルの別線の特許を申請したり、1971年に、表明した京都市伏見区ミスから分岐する。 第2京阪線の構想や、寝屋川信号所片野駅の新線計画など、本線のバイパスとなる路線を立案したことがあったが、いずれも具体化せずに終わっている。1960年代から70年代にかけ、京阪電鉄の開業時からの悲願とも言える、天馬橋駅淀屋橋駅間の地下線での延長、天馬橋駅加茂信号所間の高架化と、複々線化、クズは、 ローズタウンの開発に合わせた、クズの廃棄の移転、土井駅のエア川信号所管の効果、複々線化事業着工などの大規模工事が、次々と行われた。河川電圧の 1500V 昇圧は1959年に一度、検討されたが、1975年で、輸送量が1959年当時の輸送量の200%としても、 6 0 0ト電圧で7両連結で対応できると、昇圧を見送った経緯がある。ところが1963年の淀屋橋への延長工事竣工後、利用客の増加が予想をはるかに上回り、1965年に1959年、当時の輸送量の2倍になり、1968年から1 5 0 0トへの昇圧の準備工事が始まり、 1969年4月の重役会で正式に1 5 0 0トへの昇圧が決定した。当初は京都市内が地下化され、路面電車との平面交差のなくなる1981年頃の実施が予定されていたが、1973年と1978年の2度のオイルショックの影響で工事費が冒頭したことと、 輸送量の伸びが鈍化したことで1982年頃へと先送りされ、さらに繰り下げられた。準備から15年の歳月と250億円もの費用をかけて1983年12月4日に1500ボルトへ昇圧を果たした。1500V 化は当時の大手私鉄14社では最後である。これは、 前述の京都市電、大阪市電との平面交差が4箇所残っていたことに、加えて、京新線80型の改正制度から発生する、余剰電力を三条駅の変電所を通して、京新線から京阪線へ、両線の軌道分断後も再送電していたことなども影響している。1978年に、東福寺駅以南が、軌道法に基づく軌道から、 当時の地方鉄道法に基づく地方鉄道に変更された。地下化工事が計画され、翌1979年着工された東福寺駅三条駅間は、川端通の建設と京阪線地下化工事を一体化して進めるため、軌道のまま残されたが、地下化後の2013年12月20日許可で鉄道に変更されている。鴨川と琵琶湖疎水に挟まれた。 堤防場を走っていた、同区間は1987年に地下化された。が、同年7月15日集中豪雨のため、四条駅北側で、鴨川へ流れ込む白川の仮設堤防が決壊して、川の水が地下線に流れ込み五条駅が、浸水し近く間が終日運休した。翌1988年5月に地下化に伴う、二重工事がすべて竣工 川端通が開通して、浸水事故の恐れは、ほぼなくなった。土井駅根屋川信号所管の効果複々線化工事が、最終段階にかかっていた1980年2月20日の、平方市駅御殿山駅間で沖石による、電車脱線事故が発生し、以後地上区間では、不法侵入防止の策がほぼ全区間にわたって、設けられた。この事故後、 平方市付近の高架化工事が本格化。平方市駅は1993年に高架化工事は竣工した。続いて、寝屋川市駅の高架化計画が進められ、寝屋川市駅舎部分に仮線を引く用地がなく、軽阪で初めて直上高架方式が採用され、2002年に高架化工事が竣工した。これにより、淀屋橋市駅寝屋川市駅間は、 寝屋川車湖への出入湖線を除き入り一体交差化された。さらに、淀駅が高架化され、現在も大阪府下で、高架改良計画があるが、時速 110km 走行が可能となった区間は、福福線の土井駅、野営駅間の A 線の速度制限なしの緩いカーブ一箇所を含む直線区間のみであり、時速 100km 以上で走行できる区間も、淀駅付近と、 氷園駅。寝屋川市駅間の短い直線、門間市駅大和田駅間の A 線、森口市駅構内付近大阪方などの比較的、緩いカーブを含む区間のみでありきはめて少ない。大阪府内は、開業時に平洋軌道だったために、軌道改良が行われ大半の区間で、高速運転が可能となったが、北浜駅の京都側、平方公園駅平方市駅間、 橋本駅木津川鉄橋間、龍谷大前深草駅伏見稲荷駅間、東福寺駅蕎麦街道駅間と、半径200の220メートルの時速60キロメートル制限のカーブ区間が至るところに存在し、淀川堤防上の京都府道、大阪府道13号京都森口線と並んで走る、くずの葉駅橋本駅間は堤防に沿いに湾曲し、カーブが随所に残っており、未だ、 京阪電気鉄道カーブ式会社と揶揄されることもある。明治大正省和平成令和2020年度の再混雑区間の混雑率は97%である。東路線は1933年に加納信号所森口駅間が複々線化された。この区間は全国の大手施設で初めての方向別複々線となったが、加納信号所は 野江駅京橋駅間の再混雑区間に設けられて、おり、京橋駅の手前で伏線となっていたために、本数の増加に限度があった。戦後、大阪市近郊で、ドーナツ化現象が生じると輸送辞任が急増し、朝ラッシュ時の混雑率は1965年度に240%を記録した。1970年に吹く線が、天馬橋駅まで延伸されると、 カモー信号所のボトルネックは解消し、運転本数の増加が可能となった。混雑率は以前として200%を超えていたが、1977年に大阪市営地下鉄谷町線が森口駅まで延伸開業して平行路線となったことにより、1978年度に混雑率が190%を下回った。 それ以降も混雑緩和のために運転本数の増加がダイヤ改正の度に繰り返され、1996年度から朝ラッシュ時に毎時46本が運転されるようになった。しかし、1991年度をピークに輸送人員は減少し、2000年代に混雑率が120%程度まで減少した。そのため、運転本数も減少が続き、 2016年に、毎時34本まで減少した。寝屋川信号所より上り方の複線区間にある、寝屋川市駅、郡丹駅、平方市駅、葛野の廃駅の4駅は1日平均乗降時人員が5万人を超えており、複々線区間は内側線を走行する優等列車の本数が多い。深夜時間帯に運転する深夜急行は、 京橋駅を発車するとこれらの4駅のみに停車し、途中駅での接続や対比が一切ないダイヤとなっている。平日ダイヤの朝ラッシュ時は、下り列車限定で、通勤準急と通勤階級を運行しており、準急と快速急行が停車する森口市駅を通過することで、遠近分離と混雑の平準化を図っている。森口市駅の保管として朝ラッシュ時も、 区間急行を運行しているが、線路容量の問題により、京橋駅まで外側線を走行する区間急行が設定されている。近年の輸送実績を下表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。前述のような歴史的経緯から、 京阪本線では距離を示すキロポストが2つに分かれている。淀屋橋駅、天馬橋駅、天馬橋駅、三条駅京阪線のすべての駅では自動券売機、ピタパやイコーカなどの IC カードに対応した自動改札機また拠点駅では定期券の自動販売機が設けられている。大多数の駅の改札内売店。 セカンドポシェは次々と閉店し自動販売機だけとなっている。しかし、京橋駅、平方市駅、丹波橋駅、三条駅などには、改札内に、書店、ドラッグストア、駅中商店街、喫茶店などの専門店舗やコンビニ、アンスリーや、ジュ、サーバーを設けるなど集約と整理が行われている。それに合わせて、 京阪線の駅では省力化が進み2015年3月には駅員が改札口にいなくても遠隔操作で対応する待機サポートシステムを導入合わせてトラブル時に速やかに情報を提示する旅客案内ディスプレイの設置を2016年3月から進め2017年11月に完了し2019年12月からは NHK 非常災害時緊急放送の 配信機能が追加された。また、乗降客の多い駅に金融機関と提携して、駅構内に ATM の設置、インバウンド観光客の利用の多い京都市内の三条駅、祇温市場駅、清水五条駅、伏見成駅に12カ国の通貨に対応した外貨自動両替駅が設置、伏見成駅と東福寺北の駅には、 観光総合案内板が設置され、駅構内の案内も日本語、ローマ字、ハングル文字、中国語の4言語対応にする。祇園市場駅、北浜駅に観光案内所を設けるなど、利用客の国際化に対応しようとしている。その他、2016年度より、駅トイレのリニューアル化を開始、清潔感の向上を基本に、高齢者子育て世代にも安心して、 利用でできる機能を備えたトイレ空間づくりを目指し、合わせて、洋式トイレについては、京阪線60駅のうち、2020年3月31日時点で43駅が完了している。京阪本線の駅のバリアフリー対策は、視覚障害者用の展示ブロックが1976年11月の、利園駅のホームに設置されたことから始まり、高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によって1日の乗降客5000人以上の駅には2011年3月末までに障害者対策を設けなければならないため新しい基準に合わせてスロープの改良やエレベーターの設置工事が行われている視覚障害者対策の展示ブロックは1981年2月8日までに 京阪線のすべての駅に設置され、また1979年1月、主要12駅に展示運賃表が設置され、現在ではすべての駅に設置されている。なお新基準に合わせるために、展示ブロックに、ホーム中側に、内向線の増設が行われて2010年3月24日までに、すべての駅で改良を終えた。また、 地下駅への出入り口を知らせる誘導鈴は2013年12月26日までに音声案内に更新された。視覚障害者や、明定状態でのホーム転落事故を受け、ホームドアの設置は、乗降客数最大の京橋駅で計画、準備されているが、5、扉車5 0 0 0系のドア配置に対応できず、5 0 0 0系のトータ達後に予定されている。 車椅子対応エレベーターの設置は、京阪線、鴨川沿いの地下化に伴い1987年5月3条駅と、四条駅の地上からホーム会までと、五条駅のホーム会とコンコース会に設置されたのを皮切りに、2018年12月1日現在では、蕎麦街道駅を除きエレベーターもしくはスロープの設置された車椅子対応の駅となっている。 なお車椅子利用者のホームと電車の段差を橋渡しする折りたたみ式の渡し板は1998年12月19日までに京阪線のすべての駅に配置された。また、京都市内の地下線の駅ではエレベーターの更新工事が2014年秋から2015年春にかけて行われた。新商社に対応してオムつツ交換台なども設置された。 多目的トイレも駅の改良工事に合わせて設置されており古い規格で設置された多目的トイレでは一部にオストメート対応設備の取り付け工事も行われている2010年12月八万市駅の改修工事に伴い家電メーカーの協力で照明をすべて LED 化するなど省エネ化を図っていたが2011年の東日本大震災に伴う原子力発電の 停止に伴い、一部の照明装置を消灯するなどの、運用面やカーブになっているプラットフォームの、足元等を、更新時に、LED に変えることなどで節電を図っていた。さらに、一般社団法人、低炭素社会創出促進協会から補助を受け2015年春までに3条駅、祇園四条駅、清水五条駅、七条駅の照明が全て LED 照明に、 取り替えられた。合わせて、京都市内の地下線のトンネル内の照明も LED 化したため年間100万 k w ーの電力量の削減が見込まれている。2015年度の深草駅の建て替え時には LED 照明が全面的に採用された。駅構内もカーブになっている箇所が多数あり、 そのために1965年9月に7条駅、京都行ホームに監視カメラと車掌用モニターの設置が始まり、現在多くの駅にホーム監視カメラとカラー液晶モニターが設置されている。またホーム上から線路への転落などを周りの人が通報する異常通報装置が2014年12月に京阪線全駅に設置が完了した。また、 プラットホームと電車の間が広く開く中所島駅、岩清水、八幡宮駅、高泉寺駅には、足元等の設置、転落検知マットが設置されている。三好吉寺駅京都行ホームには、注意換気シートが設置され、続いて中所島駅、祇園市場駅、京橋駅などにも設置された。また、京都地下線の開通時に洪水時の浸水対策として、 地下駅構内への出入り口に、可動式の止水板が設置された。その後、大阪側の地下線にも設置され、定期的に設置訓練が行われている。近年他の事業者で導入が進むホームドアは、ドア配置の複雑な後、扉車5000系との兼ね合いから設置が見送られてきたが、5000系を撤退させた後に、まず、京橋駅にホームドアを設ける計画がある。 5000K は2021年9月4日で営業運転を終了し、京橋駅のホームドアは道路中に設置される予定である。2021年4月までに、戸場街道駅、藤森駅、墨染駅、橋本駅、土井駅、滝井駅、仙林駅、森昭寺駅、関目駅、野江駅の10駅が終日無人駅となった。映画、ニセレル、清掃、 地上時代の市場駅付近にあったどんぐり踏切で撮影された場面が存在する。角川映画、おかんの嫁入り、後半の電車や駅のシーンは、牧野駅で撮影された。漫画、稲荷、コンコン、小色派伏見なり大社を呼び、周辺地域が主な舞台で、登場人物の名前が、京阪本線の駅名にちなむ。アニメ化に際しては、 タイアップ企画として丹波橋駅などに、等身大パネルを置いたり、特製乗車券、京阪電車稲荷、コンコン、コイロハ、京阪線フリーチケットが発売された。映画、ハローワールド、登場人物の券、文野あたえ実が、伏見稲荷駅から、出町柳方面の列車に乗るシーンがある。これに関して、伏見稲荷駅、七条駅、出町柳駅では、 デジタルスタンプラリーや登場人物のキャラスタンディの展示が行われている。ありがとうございます。